こんにちは、にぎょです。本日も仕込みをしていきたいと思います。こちらがね、カマスでございます。今日は千葉のカマスですね。なかなかね丸っこくて美味しそうなんでね、仕入れてまいりました。さて今回ね、タイトルはですね、鮭が取れないってことでね、壊滅的な鮭漁ってことでね、そんな中福島でってことでしといたんですけどね。まあね、ちょっと季節外れではございますけれどもね、鮭に関するニュースがね入っておりましたので、今回ねタイトル鮭のね感じにしといたんですけれども、まあ、近年ね、結構東北地方ですかね、あっちのね、鮭ですね、あの川にね戻ってくるやつの鮭漁がねかなりねひどいことになっておりまして、まあどうもね、昨シーズンはまあ暑さのせいとかもあったようでして、なんかね川にね、まあ岩手とかにね帰ってこなかったみたいなんですよね。まあね、その気温の的なところでそっちまで南に帰ってこれなかったのか、まあまあ もしくはね、その帰れないんで他の川にね帰っちゃったのか行っちゃったのか、その辺はね分かりませんけどもね。まあ、そのせいでね、去年とかね、あのイクラとかもねすごいね全然出回らなくて、まあなかなかね大変だったわけなんですけどね。まあそんなね状況がありまして、まあそんな中ね、福島のニュースでね入ってたんですけれども、まあね新たなね、その酒関係のね、まあ放流化の関係ですかねのね、養殖みたいな感じの、まあ育てるとこですね、放流するための赤ちゃんをね育てるための場所をね今度ね作るよーっていうねニュースがね出ておりましてね。いや、これはタイミング最悪だなっていう感じでね、はいちょっとねびっくりしてたとこなんですけれどもね。まあ、ちょっとねこれはね多分っていうか、まあ近年のねここね 2,3 年の影響でかなり減ってるよっていう話と、まあ急に減ったからしょうがないよねっていうね意見もねあるかと思うんですけれども、これはねあの結構多分ね、多分なんですけどデータとか多分あんま見てないと思うんですよね。近年ねあのその鮭放流事業っていうやつはね、あのめちゃめちゃ行われておりまして、まあ青森とか岩手、まあ福島とかももともとやってたんですかね、とかだからね、あのめちゃめちゃあの鮭ね放流いっぱいしてるんですよね。まあそのおかげもありまして、まあいっぱい取れてたわけなんですけれども、まあそのね、なんていうんですかね、北の海が結構ね鮭でねいっぱいになっちゃってるみたいな現象がどうも起きてるらしいということに、ね、なりまして、よいしょ、近年はねその戻ってくる量がまあ以前のほどようにね増えてないとか、よいしょ、あとはあれですね、よいしょ、あの大きさがねちっちゃくなっちゃってるとかなんかいろいろありまして、よいしょ、かなりね放流事業もねそろそろ頭打ちなんじゃないかっていう話が、まあ、結構ねもっと前から出始めてたんですよね。まあ鮭をね放流したら下でですね、まあ北の海に行って育って帰ってくるわけなんですけども、まあその間にねまあ行って、まあ、ご飯とかねあの魚とか食べて大きくなるわけですので、まあ、向こうのねその許容量みたいなものはありますので。そのね上限まで行っちゃっててなかなか育てない環境になっちゃってるんじゃないかってことでね言われてたんですね。よいしょ、
まあそんな話もある中ね、こういう計画が進んでおりましたので、よいしょ、まあ自分としては結構ねびっくりだなと思ってるところなんですけれどもね。よいしょ、カマスでございました。カマスは炙っていきますね。お塩振っていきますね。よいしょ、よいしょ、どうしよう。皮のところがね、カマスはね美味しいのでね、よいしょ、これで置いておきます。こちらがね、アマダイでございますね。今日のは青森のアマダイでしたかね。まあこちらはね、ちょっと養殖じゃなかった熟成にね回しておきますねよいしょ、もうちょっと置いて旨味を出しておきますね。よいしょ、こちらがね、ヒラメでございますね。最近ね、まあこんな時期なんですけど、ヒラメもね結構物がいいんですよね。よいしょ、まあおそらくなんですけどね、その最近魚がね鍛えっていう話が割とね出ておりまして、どんどんね北に移動しておりますので、その影響もあってか、まああのカツオとかもね、宮城のねカツオとかもかなり脂が乗ってるっつって話題になってるんですけども、そんな感じでどうもね北のお魚がね元気みたいなんですよね。まあ今日はさばかないですけど、まあ仕入れたところだと、あの天然ブリもね、もう北海道の天然ブリが、あの脂が乗ってきてるとか言って言って、よいしょ、もうねあれなんですよね、入ってきてるんで、まあ今回仕入れたのは 9.7 キロのブリなんですけども、よいしょね、そんなもうね、あのあれなんですよね北のお魚たちがねもう太り出してるってことでね、どうなってんだこりゃっていうね感じなんでございますけどもね。よいしょ、おあれです、青森でアマダイ取れる時代ですかそうですね、はい、最近ちょこちょこね青森からアマダイ来ますね。はい、おそらくそういった意味でもね、こう新しい魚なんで最近多分ね安いんですよねまあまあちょくちょくお話ししてますけれども、こうね昔から取れているとかがないと水産業はね魚の値段がつかないっていう、なんかよくわからない風習がねやっぱりありますので、まあ他の地域に流通が弱いんですかね。なのでまあ鮮魚流通なのでね、その影響もあっておそらくアマダイのね価格が安くて、こっち側にね安く届くっていうね現象が起きてるわけなんですけどね。青森のお魚は美味しいんですけどね、どうもね関東ではね評価が低いっていうのはねすごい、まあかわいそうというかもったいない感じがしちゃいますけれどもね。まあ買う方としてはありがたいんですけど美味しい魚の評価が低いっていうのはちょっと寂しい話だなと思ってしまう次第でございますね。よいしょ、こちらがね大分のマダイでございます。よいしょ、大分の天然マダイってやつですね。よいしょ、お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、今日もねいろいろ仕込んでいきますので、よかったらぜひでございます。よいしょ、最近ね大分の天然マダイとか言ってなんかよく来ますね。結構あちらでもマダイが取れてるんですかね。よいしょ、結構大分っていうとまあすごい手当てといいますかね、魚をすごいしっかり仕込んでくれて
身がね締まってるとかそういう状態が多かったりするんですけど、なんか、まあ、このマダイたちはまあ普通な感じですねそこまでねめちゃめちゃ頑張ってる感はないんですけど、まあ大分なんでね、よいしょ、住んでて美味しいマダイたちではございますね。まあ、大分のそのね魚に対する手当は本当にすごいんですけれども、まあ、自分はねあんまりやりすぎちゃうとねその魚の旨味的なのが出てこなくなっちゃうので、まあ、やりすぎちゃうのはちょっとあんまりね好みじゃないので、まあ、ちょうどいいかなっていうところなんですけどね。よいしょ、お、あらだす、おはようございます、おはようございます。よいしょ、私が子供の頃は地元でサケがたくさん取れていて、おお、全家庭で丸ごと1匹のサケが配られてました。おお、すごいですね学校から帰った玄関先サケが置かれていてびっくりしたことありました面白いですねねえ、やっぱそういう時代もねありましたよね。いやいやね自分もあの大学の時はね岩手にいたものですから、サケね本当にね安く買えたんで、よくね一匹買ってさばいたりしてましたけどね。一人暮らしにはねとても助かりましたけどよしねえ、いくら入りでも1000円ちょっととかで普通に売ってましたからね。あの当時はねいっぱい取れてて良かったですけどね。よしょ、まあ今はね本当に見る影もないと言いますかね、かなり減ってしまいまして、よしょね、もはや帰ってこないのかなみたいな感じにねちょっとねなってきてますのでね。近年ね秋とかになるとあの鮭のね白子とかもねよく流通してたんですよね。よいしょ、まあ、割とあれも最近流通しだした食材なんですけど、割とふわふわ系の白子でございましてね、タラとかみたいに、まあ、すごい濃厚系ではないんですけども、ふわふわしててね、天ぷらで揚げたてとかでね食べるとね、またあれがうまいんですよね。あの揚げたてのね鮭の白子天ぷらはね最高にうまいですねまたあれがね食べたいところなんですけれども、岩手でね取れなくなっちゃいましたので、まあ今シーズンね今年また来てくれればいいんですけれども、どうですかね、今年も暑そうですからね、まあ今かなり暑いようにね暑そうなのでね、このままのね流れで来ちゃうとね厳しいのかなみたいなところもねあったりしますけれどもね。よいしょ、よいしょ、大分の天然マダイでございましたと。よいしょよいしょよいしょ、さてお次はと、カマスが結構いい感じですかね。炙ってまいります。よいしょ、よいしょ、カマスはねこの皮のところがね本当に美味しいのでね、皮ごと召し上がっていただきたいので、お塩を振ってね皮を炙ってあげて仕込んでいきます。よいしょ、カマスも2種類ですかねメインで入ってくるのはねおりまして、よいしょ、あっち塩飛びましたねこっちのね本カマスなんて言ったりする割と丸々とした方のカマスをねまあ入れておりますけれどもね、細い方のカマスはねちょっとやっぱり水っぽくて油が乗ってないみたいな感じで濃厚さもあんまりないんですけど、こっちの失礼しました煙でこっちのね本カマス的なねよいしょ方はね油が乗ってて美味しい感じになっておりますね。よいしょ、
あぶれたので冷蔵庫でね締めていきます。よいしょよいしょ、ちょちょ、おー、めっちゃくっついてますね。よいしょよいしょと、よいしょ、カマスでございました。しましたら次はね、マダイも炙りますのでお塩振っときますかね。よいしょ、これで置いておきます。カレーでございますね。よいしょ、今日は千葉のねメイタガレーってやつですね。割と小型のカレーでございまして、上品でね美味しいところでございます。結構ね身が締まってておりまして、旨味もあるんでね、すごい美味しいカレーですね。まあ、あんまり関東地方だとね馴染みがないカレーなんですけど、まあ、最近結構千葉でね上がっておりまして、フッツとかですかね、あの辺からねよく来ているカレーでございますね。ごまおろしにねしていきます。よいしょ、カレーとかねヒラメ類はね結構身が締まってる子が多いので、結構ねごまおろしもね割と簡単にできるんでね、よいしょ、骨に包丁のね先っぽを当ててあげて滑らせてあげるとね、こうスーッと入ってってさばけるので結構自分楽しくて好きですね。よいしょ、まあ回数分けてねこうちょっとずつ切ってあげるっていうのがポイントですね。身が締まってますので、あの身がね割れる心配もあんまりないので、逆に1回とかでねズバッといこうってやると身がね変に取れちゃってうまくいかないっていうのがね結構ありますね。よいしょ、お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。関西の押し寿司に興味ありますか？あ、押し寿司でございますかね。関西はそうですよね、押し寿司系とかね結構有名ですよね。しょ、まあうちはねあれですね、関東系のね江戸前寿司って感じなので、まあ握り寿司ですね、早寿司なのでね、まあ特にね押し寿司をねまあやりたいとかそういうことは特にないですけれども、まああっち行った時とかはね食べたりしますね。たまに食べる分にはね美味しいなっていうのはありますけれどもね。まあうちでやったりすることはまあ特にないですかね。はい、まあ握り寿司はねその硬さとかねその辺のまあ絶妙な加減とかがね楽しいっていうのもありますからね。よいしょ、まあ押しちゃったよとねちょっともったいないかなっていうのはあるので、まあうちで特にやろうっていうのは気はないですね。はい、よいしょ、まあうちのシャリもそれいうなんていうんですかね、ちょっと時間経つ用のシャリではないのでね、まあもしやるようであればシャリとかの割合とかからね全部変更してやるとかっていうねことになればなっていくかとは思うんですけどね。よいしょ、まあ特にね押し寿司をやる予定はございませんといったところでございますかね。よいしょ、5枚にできたんでねお腹のところとかね残ってる骨をね取っていきますね。よいしょ、
昨日入れてきたやつなんで、まあ、若干ほどけてきててね、よいしょ、ちょうどね、うまみが出てきてるかなっていうような感じのね、身質になっておりますね。よいしょ。よいしょ。ポイッと。メイタカレーでございました。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。お次はね、こちらっすね。よいしょ。関サバでございますね。有名なね、大分県佐賀の関の高級魚、関サバでございます。よいしょ、まあ、結構ね、身が締まってて美味しいサバでございますので、よいしょ、まあ、今回はね、熟成っていう感じで1週間ぐらい今置いてあるんですけどね。よいしょ、さすがにちょっと今週末ぐらいかなって感じですね。よいしょ、お、ありがとうございます。よいしょ、居酒屋で出るカレーの唐揚げで骨まで、よいしょ、食べられるのが好きです。家でも骨ってあげられますかね。あ、骨でもね、全然家でもあげられますよ。はい、よいしょ。まあ、お家とかで揚げ物する場合はあれですかね、まあ、油いっぱい使うと大変だと思うんで、フライパンとかね、あの辺とかに油をね、まあ薄くというかある程度引いてもらって揚げ物ねされるといいかと思うんですけどね。まあ、骨までカリッとみたいなやつだと、まあじっくり揚げてあげるか、まあ骨のところといいますかね、切り込みを入れてあげてね、こう油といいますかね、が行き渡りやすくしてあげるみたいな方法もねありますけれどもね。よいしょ、まあ骨カリカリで食べたいんでしたら、骨だけで骨せんべいみたいに揚げるのがね、一番いいと思うんですけれどもね。丸ごとでやるとなかなかね、骨まで美味しくなる頃には結構身がねパサパサになっちゃうみたいなこともねあったりしますのでね。よいしょ、お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ、こちらはね、地鯛でございます。柔らかくてね、旨味があって美味しいとこですね。よいしょ、こっちかな。よいしょ、まあ、身が柔らかいんでね、若干水分入りやすいので、よいしょ、水分管理とかね、しっかりやってあげた方がいいですね。よいしょ、よいしょと、3枚にね、さばいてまいります。まあ、マダイよりもね、かなりうまみが強い鯛になっておりますので、よいしょ、まあ、結構ね、市場とかだと、まあ、大きいやつ、まあ、これぐらいのサイズぐらいからですね、ちょっとね、マダイに比べるとお安くなってしまうんですけれども、うまみに関してはね、全然マダイより多いので、まあ多いというか、まあ、身が柔らかいこともあって感じやすいってとこもあるんですかね。まあ多いのは多いと思いますけれどもね。よいしょ、なのでとってもね、美味しい鯛なんでね、まあ身が柔らかいんで鮮度落ちとかその辺にもね、注意が必要ですけどね。よいしょ、お、ありがとうございます。こだわりの醤油わさびナンプラーがあればぜひ教えてください。あ、そうですね、そうですね、うちはね、あんまりね、あれなんですけどね、よいしょ、調味料にね、あのこだわりすぎないようにはしてるんですよね。よいしょ、まあいくらでもね、探せばあのいい調味料とかいうのはいっぱいあるんですけれども、いい調味料ね、どんどん使うとね、あのお料理どんどん高くなってしまうのしますのでね。まあいろんなお塩とかね、そういうのは集めて素材に合わせて使ってはおりますけれどもね。
醤油とかは割と普通の醤油で美味しくするっていうのをね心がけておりますね。まあわさびとかはね普通のあのするすってね召し上がるわさびも美味しいですし、あとはもしねチューブ使われるんでしたら、チューブのわさびですとねあれはね結構ね成分表示で美味しい美味しくないが分かりますので、まあ覚えておいていただけたらと思うんですけれどもね。日本のあの成分表示はまあ パーセントとかは書いてないですけれども、よいしょ、多い順にね前から表示されていくようになっておりまして、まあ分量がね多い順ですね。それなのでまあわさびとかのチューブを見てもらうと、まあよくね西洋わさびとか本わさびとか書いてあると思うんですけど、その本わさびとかの方がねちゃんと一番前にね来てるわさびをね選んでいただくとやっぱ美味しいわさびなので、やっぱ安くなってくると西洋わさびの方がね多くなって一番前に西洋わさびが乗ってるとかそういうことにねなりますので、その辺の表示をね見ていただくとまあ美味しいわさび買えますかね。まあ、もしね1本買ってきてわさびをすりおろすっていう場合でしたら、サメ肌のねおろすやつがねおすすめでございますので、よいしょ、ぜひね道具屋さんとかでね買ってみていただけたらななんて思いますね。わさびはね本当におろし方で全然香りが変わってきますので、まあ、よく刻んで巻物とかにしたりするみたいなお店さんとかもあったりするんですけれども、あれはね全然辛くないんですよね、刻んだりしてあげるとね。まあわさびのやつは香りのものなので、よいしょ、表面積がね増えるほどね香りがこう出てきやすくなるっていうね性質がありますので、それなので、まあ、できるだけね細かく吸ってあげた方が、よいしょ、わさびがね辛くなって、まあ、香りがね感じられるようになって美味しくなるっていうのがねありますのでね、まあ、もしね1本すられるとかねそういうことがある場合には気にしていただけたらなと思いますね。よいしょ、まあうちは大根とかもねおろし金のね細かいやつでねすりおろしてますね。そうするとね大根おろしとかもねかなり滑らかでね美味しいのができますのでね。よいしょ、よいしょ、地代でございましたと。よいしょ、アップっちゃいますかね。よいしょ、よいしょ。マダイはねやっぱり焼きの香りとねとても相性が良くて美味しいお魚でございますので、うちだとね皮目を炙ってあげておりますね。皮目炙りますとね香ばしくなって、まあ皮ごとね刺身とか握りとかで使えますのでね、まあ、かなりおすすめの手法でございますね。まあ湯引きとかもあるんですけれども、あれだとねなかなかこうしっかり火が入らないので皮目がね硬いっていうこととかも結構あったりするので、まあ自分は炙りとかね焼いてあげるのがおすすめだなって思っております。よいしょ、マダイでございました。よいしょ、よいしょ、マダイです。ではすみません、最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合が合えばぜひよろしくお願いいたします。では失礼いたします。